愛情がある、そう、愛情があるな、あるわー、沖縄スタイル5時11分を回っております。ここからはギノワンスタイルのコーナーをお届けします。ギノワン市キユナにギノワンヒルズ通り沿いにございます FM ギノワンのスタジオからお届けします。今ちょっといろいろあって私がミキサーに入って喋っているんですが、今日は今週、一発目のギノワンスタイルなんですが、ギノワンスタイル最近やっぱりゲストさんがたくさんいたんですけれども、今日は珍しくゲストがいない回になっておりますので、私と小春ちゃんで久々にお話をしていきたいと思います。じゃあ大丈夫ですか？あ、準備 OK です。失礼しました。いいバタバタですね、やっぱり月曜日って月曜日いつもいろんなことが起きる結構イレギュラーなことが月曜日はイレギュラーなことが多くてあーちょっと走りました、はい、今、はい、ということで、はい、今日は2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ということで今日は、はい、あの小春ちゃんから何やらいい情報があるということで、はい、そうなんですよ。あ、じゃあ早速ごめんなさいすごいもう全然落ち着かないですね失礼しましたし、はい、ということで、ちょっと気を取り直しまして、はい、私の方から情報を発信していこうと思います、うん、ですね、先月だったかな、最近、うん、あのギノワンスタイルにも出演していただいたギノワン市にある花車さんというお花屋さんがあるんですが、はい、うん、そちらからですね素敵な情報を、聞いてまいりました。というのも来月の8月7日で1周年目ということで、うん、まあ、おめでたいんですけれども、もうこの1周年記念になんと FM ギノワン聞きましたというお客さんに、うん、言っていただいたお客さんにドライフラワーをプレゼントするそうです。していただくそうです。なんと太っ腹な本当ですよね。先ほどちょっと花車さんの方にお伺いした時に、うん、このドライフラワーをいくつか拝見させてもらったんですが、うん、カゴの中に結構いくつか何個ぐらいあったかな、7個8個ぐらいのドライフラワーが、はい、カゴの中に入っていて、それを1人1個、うん、はい、プレゼントしますよっていうことをオーナーの平さんがおっしゃっていました。花車さんお店の中入ったらすごくこの天井にいっぱい あのドライフラワーが吊るされているんですよ。とても流行ってるじゃないですか、ね、今すごい流行ってるよ、ね、もう男の子も部屋にインテリアとして飾るくらい、うん、そうなのそうなんですよ。それくらいインテリアとしてとても人気のあるドライフラワー、うん、ドライフラワー、はい、でいろんなまた種類があって、うん、霞草が結構ドライフラワーはあ、はい、小さい定番というか、はい、うんね、ピンクとか白の小さいかすみ草が定番かなと思うんですが、うん、いろんな本当にお花があって、うんうん、バラのドライフラワーとか、バラは珍しい、バラそうなんですよ、うん、とかいろいろまた他の植物もちょっと珍しいようなものもたくさんあるので、うんうん、ぜひお店の方に行っていただきたいなと思います、うん、やっぱり癒されます、とっても。お花ってなんかこの最近 FM ギノワンでもちょうどあの、うん、あるパーソナリティさんから、はい、この花車さんで買ったなんだろう、あれは花のなんていうのカゴ花、あ、そうですね、をもらって、であれでも結構癒されたんですけど、やっぱり
今流行っているこのドライフラワーっていうのもちょっといいなって思いましたね。そうですね、今話聞いてて。うん、平さんオーナーさんなんかは車に吊るしてるそうですよ。はあ、すごい。とても小さく花束にみたいにして、うんうん、で車とか、あとパソコンにつける人もいるそうです。中には、いろんな使い方がそうなんですよ。はい、なのでぜひぜひ皆さん、私はちなみに今日早速もお友達の誕生日が近いので、もうプレゼントをこちらでちょっと用意していただきました。こういうプレゼントの、受付も行っているっていうことなので、ぜひぜひあのビジネスシーンとかで使う胡蝶蘭とかも、非常に大きい胡蝶蘭を用意しているお店なので、いろんなシーンに合ったお花があるのでとってもおすすめです。はい、じゃあいろんなね、なんかちょっとプレゼントどうしようとか迷ってる時に、はい、ぜひ送ってほしい。そうですね、うん、ぜひぜひ、はい、皆さん、花車さんよろしくお願いいたします。コメントがすごいけど、いろいろコメント来ているんですけれどもちょっと紹介しましょうか。はい、どれか、米沢さんもハイサイグス幼虫がなびらと来てますね。なぎすけさんもこんにちは、かっちゃんさんも、てんとうさんもこれはちょっとナルトランさんもドタバタさんどうも来てます軍団さん、あ、すみません、私が、うん、今日はちょっとバタバタさせてしまいました本当に失礼しましたパパヤさん、最近花を買ったり送ったりしてないなと来てますね。ぜひぜひ、なんかこういう時だからこそちょっと暗いニュースが多い中、ね、お花でやっぱり癒されるなって部分あるので、うんうん、はい、やっぱりまなみんさんがさっきおっしゃってたプレゼントの花、うん、ね、明るい色の花がいっぱい、うん、でやっぱパッとするなって、花あるだけで本当に変わるよね。そうですよね、華やかになりますよね、うん、はい、米沢さん、うちの田舎でかすみ草作られてるよって言ってますね。すごい、かすみ草いいよね。はい、かわいいですね。かすみ草が結構好きで、はい、あ、そうなんですか。そう、だから普通のなんか卒業式とかで花束もらうときとかも、はい、かすみ草入ってると嬉しかった。ああ、かわいいですよね。ちなみに花車さんには、うん、ピンクとか白が定番なんですけど、うん、水色とか紫色のかすみ草もありました。すごい、やっぱり人気あるそうです。ちょっと珍しいって言って、うん、はい、って言ってました。はい、パパヤさんもドライフラワーか、ハーバリウムとかレジンに入れちゃうと香りがしないですもんね。あ、まあ、そうですよね。でも、まあ、飾りとして目の保養になるかなと、はい、思います、うん、はい、軍団さん、あなたたち2人喋る時の手の動きをアメリカのスタンドアップコメディアンみたいな手がね、動いちゃうね2人で必死にそうですね、2人でなんか劇をしているかのようなはい、感じで、はい、今日はまあ花車さんの紹介をさせていただきました、うん、はい、ということで、この辺で FM 小座のスタジオとつなぎましょうか、はい、聞いてるかな、聞いてますかねではお呼びしましょう、森さん。はい、おあ、マイコーの声も聞こえてきますね。はい、すいません、かすみ草がちょっとわからないんですけど、僕、かすみ草知らないってあるんですか？ありますよ。かすみ草？言葉は聞いたことあるんですけど、はい、どんな形してるのかなっていう。ああ、なんかなんて言えばいいんですかね。本当に小花、小さいお花が、うん、もうなんだろう、一、うん、本の茎にたくさんこう、ふわっと。ふわっと。ふわっと。なんていうのかな。なんかでも、なんて説明すればいいんだろう。白いちっちゃな花が、はい、本当にもう爪先くらいの花がポン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 って線香花火みたいな感じで、あ、花火、ちっちゃいやつそうです、そうです。とりあえずもう可愛いお花です。可愛いお花花瓶な花だね。 OK、 今週一つ勉強になりましたプレゼントとかに喜ばれますよ、かすみ草おすすめです、うん、ぜひ送ってください、うん、あー、 OK、 分かった分かった、ありがとうはいそういえばマイコーの芝居良かったです、とっても一人芝居お疲れ様でした。ありがとう、小春。はい、では皆さんまた明日
茎が細くて華奢だけど意外と長持ちする。すごい、全然なんか説明できなかった。なんだろうこのやり取り。いや、マイコーの芝居が本当に良かったんですよ。一人芝居が、かすみ草、あれさ、バラが親分だったらかすみ草はその手先よって言ってる。そうでもないでしょ。すごい、これはすごい例えが。手先と親分。あー面白い、あー面白い、よかった。でもいいね、たまにはこういう。そうですね、ごめんなさい、本当につなげるのを忘れていました。ありがとうございました。お疲れ様でございます。ではまた明日よろしくお願いします。はい、はい、ではまた、はい、これは秋元明の